さあ。いますね、もう。はい。はい。どうも、ちょっと。何時代です。はい。何時代ですね。はいはいはい。なんかもう不思議な感覚ですね。先ほどまでね、紀伊国屋サザンシアターってところに。はいはいはい。出てましたね。いたんですけど。もう、ここなんですね。待ってまいね、家に。もう家で、なんかすごいですね。はい、温度差みたいなのがもう。それ家と劇場はね、それは温度差あり。夢みたいな舞台でしたね。いや、素晴らしいとこでしたね。いいところでいただいて。銀シャリさん、知ってますかね、皆さん。銀シャリさんっていう。え、全員知ってる。知らないか。知らない方もいると思うんですけど。知らない人いないです。偉大な。M1 優勝してる偉大な M1 チャンピオンさんなんですけど。M1 チャンピオンですか。はい。銀シャリさんに誘っていただいてですね。うん。新宿、紀伊国屋サザンシアターに行って、銀シャリ定食という、なんか、ネタあり、はいはいはい、トークありのライブにね。そうね。そうですね。もう豪華ゲスト、銀シャリさん、うん、マジカルラブリーさん。はい。ニューヨーク。今をときめくニューヨークですよ。ときめくニューヨーク。なんなら M1 チャンピオンのマジカルラブリー。そして、ね、M1。はい。敗者復活戦。はい。大会。え？大会。はい。2回撮ってます。の、我々とライブをできたというですね。2タイムスドベね。2タイムスドベ。史上初の。配信入っとったんよ。はいはいはい。配信入っとったからさ、あるかな、うん、なんですか、ガッチャマンのジャージあるやんか。はいはいはい。あれがなんか引っかかるらしくて。かかる？うん。ガッチャマンのこのジャージが、はい。この後ろはさ、キャラクターないよ。ああ、はいはいはい。キャラクターこれダメらしくて、配信やと。うんうん。キャラモノ NG って言って、はいはい。女性スタッフさんがなんかバタ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 対応してくれて。お。はい。で、僕もびっくりしたんですけど、うんうん、女性のそのスタッフさんがバーっていろいろ考えて叩き出した作が、このキャラ見えますか？はいはい、見えます、ガッチャマン。他のガッチャマンは影だからいいんだって、はい。影だったらいいね。シルエットは大丈夫だって言って、はいはいはい、問題はこの子なんですって言って、うんうん、この子のね、頭隠しましょうって言って、ここにですね、ガムテープを貼ってですね、そのままライブに出てどうぞって言われて。はいはいはい。今日だから配信買った人見えるかな？ここの、このキャラにね、ガムテープを貼って出てるんですよ、私が。やばいですね、なかなか。ちょっとなかなかやばいですね。はいはい。内本さんの、まあちょっとね、多分厳しいんですよ、観覧チェックみたいなやつはね。まあなんか権利関係はね、それ厳しいですから。権利関係が、多分歌とかもダメですからね、あれは。ああ、そうね。歌もダメだ。はい、我々も、だからいつも、出るときはね、はいはい。歌がないネタじゃないと。そうね。絶対歌うから、はい、どっかで。そうそうそう。そうやってね、はい、考えると、ほぼ歌うのよね。ほぼ歌うからもう、うんうん、気分がいいんでしょうね、多分歌って。そうね。はい。歌好きです。なんだかって、この間熊本の営業行ったときにですね、うん。グレープカンパニーで結構行ったじゃないですか。サンドイッチマンさんが開館ライブみたいに開いてくれて。あったね。はい。その時の長野さんが、うんうん、新ネタ考えてきたって言って、うん、ズンチャンズンチャンズンチャンのリズムで、はいはいはい。チャゲアスのヤーヤーヤーを歌ってたんですね。うんうん、うん。はい。お客さん1000人ぐらいいたんですよ。あ、いましたね。はい。手拍子はあれど、誰も笑ってなかったですからね、あれよく考えたら。そう考えるとすごいですよ、やっぱり。そんな、笑ってましたよ。笑ってましたけど、その、あれも笑ってないでしょうね、多分、いやいやいやを1000人の前で歌ったら。全力でね、歌ってましたね。全力で歌ってましたね。やっぱ楽屋で聞いたら、やっぱただ歌いたかっただけって言ってましたね。1000人の前で。歌いたかっただけ、はい。俺ロックだからって言ってましたけど、ここで配信で言わせてください。はい。ロックではないですね。いやいや、パンクロックじゃないですか。ただの頭のおかしいおじさんですね、今考えると。パンクロック。話もう一回戻しますけど。パンクロック、はいはい。
村上さんいましたね。マジカルラブリーなんで。ラブさんのね、はいはい。はい。なんか嫌な人になってましたね。いや、そんなことないし。嫌な人ね。いや、まあ、売れに売れても M1 チャンプ、はい。だってあれなんですよね、なんですか、アメトークでね、ザ・高円寺芸人ってやったんでしょ？そうです、高円寺芸人ね。そう。で聞いたらなんか、引っ越したっていうじゃない。いや、そうよ。いいんですよ、高円寺の中に引っ越してくれたらね。高円寺内でね、やりくれする。はい。で、引っ越した場所が全然高円寺の場所じゃないんですよね。そうですよ。離れて。はい。なんかこっちが言ったじゃないですか。なんで高円寺じゃないんですかって言ってね。うん、そうそう。ちょっと、まあ、メガネで間があったと。高円寺？何それって言ってましたね。知らない、ね。知らないな、みたいな。言ってましたね。恐ろしい男ですね。本当に恐ろしかったですね、あれね。あれ僕目を見たらわかるんですけど、本気で言ってるんですよね、あれ完全に。本気で言ってたね。はい、はい。うん、うん。もう、二度とまたぐなって僕らが言ったじゃないですか。高円寺。高円寺に。はい。二度とまたぐなって言ったと、その、高笑いみたいにしましたね。あっ、あっ、あっ、って言ってましたね。歯が3回、はっ、あっ、あっ、みたいな。余裕でしたね。余裕も余裕。何も、辛いことも怖いこともないみたいな感じ。何もない。だって優勝してますから、M1。は楽しいだけみたいなね。最強の守護霊みたいな感じなの、M1 優勝なんか。すべてを手に入れた男ですから、もう。してますか ?M1 優勝してますかって。オタク。無敵ですかね、それを。それを振りかさせばいいですからね。全芸人黙りますから、これ、はい。村上さん、なんかすごかったですね。袖の無双みたいなのありましたね、もうなんか。そうね。これが、こう、会場を見とってお客さんいっぱいおったやんか。はいはい。うわ、すごいっすね。こういうライブ、楽しいっすね。そら、なんか、また結構、間があるんですよね、村上さん。ああ、みたいなね。はいはい。ごめんごめん。こういうライブ、結構してて、もう、麻痺してたな。もう、客パン、お客さんパンパンのね、キャパ500ぐらいのはもう、日常ですと。はいはい、僕に。あったかいっすね。そう、もう日常なんですよね。ああ、はい、はい。そういえばもう5人とかの前でやってないからね。それチャンピオンですか、それ。20人とか5人の前でやってないからね。そんなね、贅沢なことはでき、20人でチャンピオンを独占するなんてことはもうできないですよ、今は。覚えてますよ。だって覚えてます。モダンタイムス軍、都市川軍バーカス、多分大宮セブンライブみたいなのやってんか。はいはいはい。はい。その時にマジカルラブリーさんとかもいて。いたよ。ニューヨークとかもいて。はいはいはい。本当に15人とかだったじゃない、だって。まあそうね、少なかったよ、その時。はい。一列だったじゃない、その、お客さんたちが。全然いなかったな、あの時はね。いなかった。そう考えるとすごいよね。だいぶ前だからね。だいぶ前、あれ、いつぐらいあれ、4年、3年ぐらい前だったの。そうそう。ニューヨークも売れましたよ。いや、もう売れに売れて、はい、最高じゃん。すごいですよ。ドーム2で覚えてます、ニューヨークが。昔ね。はい。アングラ芸人 VS なんか、吉本。いや、アングラ芸人じゃない。なんか、NSC を出席で卒業した人たち対、うん。なんか ベテラン芸人、レジェンド芸人みたいな、なんか。ベテラン、レジェンドやったっけ？レジェンドみたいな感じじゃなくて。あ、そうやったっけ、うんうん、で、それで、ニューヨークが、金魚番長に大差で負けたんだよね。卒業したての。NSC 主席のね、金魚番長。主席の金魚番長っていうコンビに大差で負けたんですよね。超おもろかったよね、あれ。めちゃくちゃ面白くて。で、俺も腹抱えて笑ったじゃないですか。みんな勝ったんだよね。ニューヨークだけ負けたの。ニューヨークだけ負けたんですよ。大差で負けたの、ニューヨークが。大差で負けて。でも、チーム戦だったから、はいはい、結果発表の時に、俺らの、その、なんか芸人チーム勝利みたいなね。ベテラン軍勝利みたいな時に、嶋佐が前出てきて、一番生きてね。めちゃくちゃ面白かったんだ、あれ。金魚番長に対して、まあ、立てれないけど、中指立てて、ね。できない。うええー、みたいな。来たらしい。うええー、なんか回転しながらやつよね。回転して。なんかここぐらいまで行って、うええこれが、実力じゃやっぱあれできるやつは売れるのよ、やっぱり。あれできるからやっぱ売れるのよ。もう、本当にダサくて見てて。めっちゃ面白かったもんね。あれめっちゃ面白かった。シューンですよね。うわうわ
金魚マちゃんドン引きしてあるなんか。いや、だって十何年目ですよ、その時多分。そうよ。あの時だからまだニューヨークがやさぐれてた時代でしょ。決勝前夜よね。決勝前夜。夜明け前。夜明け前の時、一番暗い時のも島さんね、あの時の。すごかったね。いや、すごかったね。だから心なしか、その屋敷もこの、こうやんか、あの人の、ここって。顎がね、ない。顎がなんか、あの時はもう、こっから足のつま先までこうやった気がするからね。ということ繋がってるもん。バーバパパみたいなのじゃなかった確か。あの時のフォルム、バーバパパだった気がする。バーバパパ説今なんかシュッとしてるけどね。でもかっこいいよね。男前のもうずっと。いや、かっこいい。ずっとかっこいいよ。なんなら二人ともかっこいいからね。うん。なんか、その嶋佐、久々に今日見たじゃん。島さん久々に見たじゃん。ああ、見た。髪型まっちゃんみたいになっちゃった。あの、金髪のね。松本人志さんみたいに。はい。ほぼまっちゃんだったよね、あれ。キサラのね、本当に芸人ですよ、あれ。モノマネ芸人みたいな。JP さんみたいなですよ。あれ、まっちゃんじゃなくて JP さんに寄ってってんだよ、あれ。JP さんに憧れてんのかな、なんか。JP さんの背中を追っかけてる状態ね、今。始まった。あれすごいね、二人とも。でももう売れてましたね、完全にニューヨークも。いや、もう天下に近いんじゃないですか。いや、そう、マジカルラブリーも。なんなら銀シャリさんもそうやね。我々だけ圧倒的に売れてなかったな、あのメンツの。あ、売れてないですよ、もう本当に。全く売れてない。場違いも。はしゃいで、はしゃいでよ、最後。はしゃいで、なんか。なかなかないからね、あの、吉本のお客さんの前ではしゃげるみたいなのも。そうね、なかなかないよ。めったに会わないのよ、多分、吉本のお客さんとかは。はい、はい、はい。はい。会うなら M1 の多分、準々決勝ぐらいからじゃない。吉本のお客さんとかは。準々決勝ぐらいからかな。うん。でも仲いいアピールしとかんとね。吉本さんとね。マジカルラブリーさんと。もう、ライブ一緒でーみたいなね。あ、まやーみたいなね。ニューヨークとかもなーね。同じ。ニューヨークもなー同じ釜の飯食ったみたいな感じで行きましょう、もう。いや、もう全部いけるからね。銀シャリさんもねみたいな。名優みたいな。いろんな、いっぱい。オズワルドもそうですね。あ、オズワルドね。一回家行ってるからね。ああ、それは大したもんや。一回家行ったもんな一回家行ったらもう同じ釜の飯食ってやるもんや。いや、マジそうだ。だから、全ファンに言いたいね。その、オズワルドのファンの皆さんね。まず。そうね。全ファンの人ね。ランジャタイ。行ってます。ランジャタイもオズワルドと一緒みたいなもんでしたね、なんか。いや、一緒一緒。もう芸風も全部一緒。マジカルラブリーも一緒。ニューヨークも。かぶってる、かぶってる。全部一緒。ニジャリーも一緒。ニジャリさんも一緒。一緒。だから、一緒と捉えてもらって、全ファンの人たちに。そうそう。全芸人と一緒なのね、ランジャタイは。一緒。もう、オズワルドも、もう、全部 ネタかぶる。ね。そうそうそう、一緒。ネタも。一緒。ネタもかぶるし、ホテイさんも一緒。グレープカンパニー、ね。和牛さんとかもね、一緒。和牛さんも一緒一緒。大体一緒よ。大体。二人でやってるから。だから和牛さんファンはその、和牛さんのファンの母体をなんとかね、我々にも見ていただいて、一緒ですよっていうね。もう一緒じゃんみたいな。漫才してますよっていうね。なんでしょう、だから、そうね、和牛さんだと思って笑ってほしいよね、ランジャタイ出てきたら予選で。まあ和牛さんとか、本当に、あともう、今まで自分が一番面白かった時のことを思い出してください。はい、最悪。ね、だから、そうね、チャンピオンになった時のマジカルラブリーさんとかね。そう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 。これぐらいの。今まで人生で自分が一番笑った時のことを思い出して、そこで笑って。思い出で笑ってほしいよね、なんなら。だから、その時。なんなら我々が滑ってた時ね。うんうん。それでもいい。我々が滑り出したらもう目をつぶって、あなたたちは。で、脳内に。それが一番面白かった時のことを思い浮かべて。自分と向き合う時間よね、だから。そう。それぞれが。もう気持ちも乗ってなくていいです。すごく乗ってなくていいですけど、我々がありがとうございましたって言ったら、できればですよ。あなたたちが面白かったみたいなのを言っていけない。いや、それやられたら落ちるの、多分。私は受かると思うなみたいなのを。それやられたらね、落ちるからね。やっていただいて。はいはいはい。はいはい、あれ、この間危なかったんですよ。
おとついか、え、4日前ぐらいかな。はいはい。あの、ザ・フェイスっていう。あ、なんかやってました。第1回出たじゃないですか。出ました、出ました。あの、この顔と顔をこうなんかバーってやって、はいはい、顔で会話するっていうライブ。本当に顔のみのライブなんですけど。顔のみで戦うやつね。はいはいはい。で、あの、そこにあの、オアシスの大久保さんが出てくれて。ああ、すごい。すごいよね。あの、シークレットやったんやけど。うん。オファーが一番早かったんよ。大久保さんが。ええー。森本があの、人力車の直属の後輩やから。ああ、なるほど。そう。でもなかなかないやんか、出てくれませんか。いいよっていう二つ返事で。いや、すごいよね。いや、すごい。本当にそれで出てくれた。あの、ああ、白木さんと戦って。ああ、白木さん対大久保さんだ。ええ、すごい絵面なのよ、この半分割って。ああ、白木と大久保さんがね。はい、はい。なんかお互い、なんか応酬みたいやるの、その、自分の全芸歴の顔面の応酬みたいな。はい、ああ、もう人生かけたような感じですか、じゃあ、今までの。それが面白くて。あの、なぜなら、片方めちゃくちゃ売れてて、片方めちゃくちゃ売れてないのよ、もう。それがもう面白くて面白くて、もう。はい、はい、はい。そう。なんなら、白木さんの方が幸せそうにやるのよ。なんでなの？いや、そこ、なんでなみたいな、俺やんか。幸せじゃないっすよみたいな。まあね、全然売れてないっすよ白木さん。それはね、まあ、言わない方がいいけどね。まあ、言わんけどね。言わない方がいいけどね。でも、欧州ですごかった。だから、あ、ほら、あの、第一試合が、うん。岡田くん VS。うん。岡田くん、あ、あの、岡田が来た。岡田が来るやつ。岡田大江か。はいはいはい。え、どの岡田くんやと思った？ほんと一瞬ですよ。だから、あの、はい、VX の岡田くん。一瞬ね。と思った。あの岡田。試合目で終わりよ、もう。ピークもピーク。ピークもピーク。なんならその岡田くんの画面だけでいいからね。もう、いらん、こっちは。2時間それでいいよね。ただ顔を映してるだけで。ただ岡田くんだけでいい。はい、岡田が、バーサス、あの、酒井。はいはいはい。酒井くんっていうね、マミーの。はいはいはい。酒井くんな、紙袋をかぶせて、ふわーってやって。あったね、はいはい。そう、うわー結構盛り上がるんよ、それで。はいはい。いいじゃん。マミーとかも人気な、岡田くんとかもそうやけど。人気なんだ、やっぱり。人気なのよ、第一試合から。ええー。うわーって盛り上がって。うんうん、で、第二試合が、モグライダー芝さん。はいはい。はい、いいじゃん。バーサス、南川さん。あの、失神でおなじみの。あの、システマ、失神じゃないですよ。失神ですよね。システマね、システマ。もう失神でおなじみになっとるよね、あなたの中で。失神男じゃないですか？あ、全然違うます。違う。システマでおなじみの南川さんと芝さんが戦ってみたいな。はいはいはい。これも結構名勝負で。ええー、どんな、はいはい、失神した最後。え、最後失神した何川さん。いや、全部先手で芝さんが やってもうて。はいはい。もう、なんていうか、奇襲みたいなので、芝さんがもうシステマを初めにやってみたいな。こっち、南川さんもめちゃくちゃ焦ってんのよ、もう。なんかこの、こっちの画面でもうないから。全部やられるんだ、先に。先にもうなんかシステマやってんのよ、芝さんが。さすがですね、柴さん。で、こっちの方がなんか、本当に卵みたいなやつが汗かいるよね、どんどん。南川さん。はいはいはい。で、どん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 やって、それでもなんか、応酬なって、それで。うんうん。はい、結果、圧勝で柴さんの。圧勝圧勝結果もう、柴さんの圧勝で。なるほど。はいはいはい。金策はじゃなしにね、もう圧勝で。はい。やっと失神してた、最後こうやって。いや、あの、失神も多分してなかったですね、全然。ぬるっと負けた。なんかね、本当に原始的なやつやってました、南川さん。なんか、下から出るみたいなやってました。面白いけどね。おもろいですね。はいはい。それ終わって、で、第3試合が。柴田対、見たかったね、顔芸の。ああ、見たかったね、柴田、柴田対南川、見たかったね。柴田さんに至ってはね、あれ見た畠山さん。畠山 VS 柴田。え、畠山 VS 柴田見てない。竹原か。竹原 VS 柴田。それ見たよ。あれすごかったな。すごかったね、竹原さん。むちゃくちゃ強いんやね、やっぱりもう。
いや、次50歳ぐらいですよ、もう。すごいね、もう。いや、でも一発いいの入ってもね、目に。まあ、ちょっといいの、言ってたね、でも、いいの持ってたね、マジになっちゃって。そうだね、もう、バーンですよね、ここに。そっからもでも、やっぱ、しっくらってくるんやね。うん。ダウン奪って。バンドだと南川さんの見てほしいですね、皆さん。こう。はいはいはい。はい。ここで終わって、こっから第3試合が川崎誠さん VS、わっ。はい。カカロニの栗谷さんだ。栗谷くん。で、ここで問題があったんですよ。はい。何ですか？本当は、モダンさんでやらす気だったんですよ。モダンタイムス、としみつさん VS、モダンタイムス、川崎誠で。めっちゃいいじゃん、それ。めちゃくちゃいいでしょ？うん。で、なんならその、トシさんには、一番初めにオファーしたんですよ、僕が。はいはいはい。出てくださいと。うんうん。はい。で、いいですよってトシさんも来て。はいはいはい。で、モダンさん二人出れることになりました。うん。はい。で、ザ・フェイスっていうライブの前日ですね。はいはいはい。僕の携帯に一つのメールが来まして、トシミツさんから、はい、明日は出れませんと。キャンセルでお願いしますということで。出れない？はい。まあ、なんかあったの？仕事入ったの？仕事入ったりね。熱出たりとかもあるやんか、このご時世やから、体調崩して。しょうがないですよね。もうね。うん。昨日熱も出てないんだと。うん。はい。顔面 NG らしくて。あ、不細工いじり NG。NG。まだ言ってんですか、それ。ずっと言ってるね、それね。ずっと言ってる。なかなかないっすよ。前日顔面 NG って。もっとね、なんか、5日、3日前とかでね、わかるんですけど。3日前ね、ちょっと、みたいなね、ゆっくり言ってくれないけど。うん、なんか、葛藤してくれたんかもしれんけどね、前日ぐらいまで。一回受けたんでしょ、オファーは。あ、もちろんもちろん。モダンさんで出てくれって言ってね、2人で対戦して。はいはいはい、いいじゃん。はい。それでも、前日に、NG ですと。NG。キャンセルしますと。顔 NG。顔 NG。なんで？だから急遽南川さんを呼んだんよ。南川さんだから前日に誘ってんのよ。南川さん。はい。それもあったんだ、じゃあ、その、何もできなかったの、柴さんに対して。めちゃくちゃ言われてましたよ、南川さん。なんか終わった後。はいはい。柴さんがただのチンコだったな、って言ってて。ただのチンコだったと。ただのチンコとにらめっこしただけだったな、みたいな言われました。はい、うんうん、あ、ブブーみたいに言ってました、南川さん。あ、ブブブって。あ、ブブーみたいに言ってましたよ、なんか。それ準備いりますもんね、それいきなりそれ前日に言われたら。まあ前日に、だからめちゃくちゃありがたかったですね。なんか服装もなんかパリッとしてくれて。はい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 。真っ白、全身白の衣装で。はいはいはい。で、柴さんとバトルして、圧勝されてね、柴さんに。うんうんうん、はい。だから、アブブみたいに言ってましたけど、最後。何なんでしょうね。まあまあまあ。はいはいはい、まあ、モダンタイムスのね、としみさんが。はいはいはい。NG だって言うから。NG ってすごいですね。いや、なかなかないよ、だから。なかなか。なんで？オフ、だその日、ただのオフなんですよ、としたも。はい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 。家にはいるんだと。はい。じゃあ、ゆっくりはいいじゃんね。いやだ、NG、NG。顔面 NG なので、もう。この人ですね。何が NG のことなの、うん、これで行った方がいいじゃん。顔面。もういるだけで優勝してたでしょ、多分。もう優勝ですよ。なんなら。だって、これ出たらもう優勝。これだけで勝ちよ。この顔ずっとしてない。何もすること。何もすることないですからね。ただ、これでずっといればいいんだ。この顔にこうやって同じ顔でいいからね、また。これで勝てるから、ずーっと誰にでも。それと川さんやるはずだったのよ、だから。わ、見たかったな、それ。でさ、危なかったのが、はいはい。俺、だから、南川さんダメだった場合、あなた呼ぼうとしてたのよ。ああ、なるほど。はいはい。で、伊藤 VS 川崎誠をやろうとしてたの。はいはいはい。これが本当に良かったねって話、今からするけど。はいはい。顔面会話ってワンターンなんですよね。うんうん。いやーみたいな、この相手に渡して、見た空気の読み合いなんですよ。はいはいはい。ここだけの話ですよ。はい。なんか、川崎誠さんが、うん。川崎誠さんの
先手だったんですけど、はいはいはい、ずっと滑り出して滑るとこあんのあれ、滑るというか、あの川さんがね、同じ顔しかしないの、なんかこういうのあれが、はいはいはい、あの顔しかないのよ川さん、なんか見てたら僕前回あのライブ出たけど誰も滑ってなかったです正直。いやそうなんですよ、なんかもう全員面白いみたいな感じだった、別に滑るとこ全員もう大爆笑を取って終わったやんか、うんうん、でなんならその西本とやったやんか、ジェラードの。あれ、すごかったよ、西本。西本とあなたの対戦が、本当に M1 のミルクボーイさんが受けてたの、本当に。信じられないぐらい受けたのよ、もうその、対戦カードが。西本がちょっとすごすぎたね、でもあれ。西本がバケモンだったのもあったけど。脇にパンチしてなかった、裸になって、自分の脇になんか拳めり込ませたんだ、あいつ。もう顔面じゃないんだけどね。あの瞬間もうこいつに勝てるわけないよとかね、もう。おもろかった。なんかその拳にさ、なんかイヤリングを見て、あいつ結婚もしてるんだよね。それで決まったよね、そのコンボで。こいつ結婚してるんだよ。あと婚約日はね、こうやって。こいつ結婚。おい、こいつ結婚してるぞみたいなね。あれすごかったね。あれめっちゃ面白くて。はいはいはい、ただ今回その川崎誠さんが、うん、同じ顔をなんかやるんですよ。はいはいはい。で、なんか良かったですよ。別に、あーって突っ込んで、僕らも同じやんけ、みたいなずっと言って。はいはいはい。で、その顔面をずーっとやるんですよね。うんうん。そしたら、まあ当たり前ですけど、お客さんが慣れてきて、笑わなくなるんですよ、どんどんかってね。はい。はい。みたいな、なんか、さわさわさわ、みたいな。で、これ怖いのが、川さんがバトンタッチしないのよ。ほう。ずーっとバトンタッチしないまま、なんか、ずーっとその顔をして、4分なの、1試合、うん。4分経過したのよ、バトンタッチしないまま。栗谷さんってやったのね。そう。で、栗谷がずっと待ってんのよ。うんうん、で、で、こっからなんですけど、あるじゃないですか。芸人って、一つの武器というか、一つの槍をずっとこう突き続けてたら、あるね。こうなっても、絶対いつか、ダーンみたいな時あるじゃないですか。あるあるある。うん。川崎誠さんは、こうなって、サワサワーってして、はいはい、もうここのダーンのところあるじゃないですか。ここ、はいはい、母さんもうちょいだってね。もうちょい、あと一歩、あと一歩みたいなね。このまま行けばってね。そう、このまま行け行けーの時に、川崎誠さんが、はい、本当の直前ですよ、はいはい。夜明け前が一番暗いじゃないですか。はい、暗い暗い暗い。一番真っ暗の時にいきなり、母さんが、バトンタッチしたんですよ。もうちょっとじゃ、あとちょっとでたどり着くみたいなでしょ。あと1ミリなのよ。あと1ミリ、それやればって時に母さんがバトンタッチして。来た来たみたいなところでしょ。あとは。やめたんですよ、そこで。なんでやめたの。いや、もうだから怖くてもう、ずっと怖かったの。もう、何しとんじゃん、こいつみたいな、ずっとあって。なるほどね、この人。いや、そう。面白いですね。顔見たらめっちゃ面白いですよね。だから、なんならその顔ずっとやっときゃもっとウケたんだよ。これでよかったの。これでよかったの。はいはい。なんでこの顔やんなかったんだろう。どんな顔してたの？ちなみに、覚えてる限り。こういう顔。でも、母さんがよくやるやつね。よくやる。それをやって、でもそっ、栗谷くんになって。はいはい。栗谷くんは多分本当、1分しか やってないですよ、栗谷くんは。はいはいはい。一票、栗谷くんがやったらなんか、会場、ダーンってなって。え、すごい。そっから、ブワーって盛り上がって。すごいね。はい。で、拍手判定だったんですけど。はいはい。川崎誠さんが良かったと思う人の時、ほったっでも拍手しなくて。はいはいはい。で、僕、見逃さなかったんですけど、その、川崎誠さんのファンの方がいたんですよ。はいはいはい。ファンの方が二人ぐらい、川崎さんが良かったと思う人って、こうやって止めたんだよ、拍手を。なんかギリギリ寸前で。なんか、はいはい、これやったら終わりだから、もう。いたんだからね、そこで拍手したら。そう。ねえ、みたいな。危ないよ、本当に。嫌われるとこだったみたいな。あ、じゃあもう、全会一致で勝利。はい。覚えてますか、先ほど。はいはい。あなたと対戦させるはずだったんです、川崎誠。危ないとこですね、それは。巻き込まれなくてよかったですね。非常に危ないとこでしたね、それは。でも、川さんのこのワンアクセントがあったから、その後の、上地 VS。若道ね。
A マッソ可能。はいはいはい。すごい。が、おそらくですけど、ベストバウトになって。そうなの？はい。これびっくりしたのは、神道がすごいのよ、もう。あ、神道すごいでしょ。はい。ほぼ志村健さんでした、見てたらもう。そんなに高いの、神道は。神道が高すぎて。高すぎるじゃん。はい。え？なんか、びっくりしたの、みんな。レベルが違って、神道だけ。え、西本を超えてた？いや、だから今度、やらせようとしてるのが、もう、神市 VS 西本で。うん、すごいことなんじゃない？このライブの、多分、ピリオドだと、もうおしまいだと思うよ、このライブも。ラストバトル。ラストバトル、神市 VS 西本やって、最後に海野が出てきて、おかしいだろうって、このライブはおしまいなのよ、もう。おかしいだろうで、海野。おかしいだろうって。登り流すこいな。登り。おかしいだろってあいつの海野の戦いも見たいけどね。いや、そう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 。海野のザ・フェイス見たくない？だから海野の対戦相手かもね、下手したら。あ、それはやりたいですね。同期対決。いや、それ全然やりたいですね。いや、もう怖い。だからすごすぎて。で、こっから怖かったのが、はいはいはい。この、こっちで神地やんか。うん。神地が先手やったから、もうめちゃくちゃどん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 笑かすんよ。はいはいはい。で、もうないってなったよ、もう。これ以上。はいはい。で、神市がこう、ファッって出した時に、こっちが、カノーちゃんが、はい。これ、引いたけど、その、同等なのよ、カノーちゃんが。どんな顔すんの？なんかね、見たことない顔すんのよ、カノーちゃんが。なんて言うんだろうね。もう、びっくりしたんだけど、カノーちゃんが一番ザ・フェイスに向いていたみたいな顔よ。あ、そうなの？うん。なんや、この子、ザ・フェイスの才能が一番あるんや、みたいな。あ、全お笑いの能力の中で、はい、このあの五角形あるやんか。あるある。ワード、センス、ツッコミ、ボケ。はい。いろいろある中で、その、本当にコーンフレークみたいな感じだけど、もう、ザ・フェイスだけが異常に突き抜けている。顔芸だったんじゃん、カノちゃんは。なんか、わかったんだけど、はいはい。Aマッソって顔芸らしいよ。あ、顔で笑ってたんだ、みんな。あれ、みんな顔で笑ってたのよ。フェイスとかじゃないんだ、じゃあ。まさのりさんと一緒なのよ。こんにちは。一緒。あ、それで笑ってたんだ、みんな。そう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 。すぐ終わって楽屋行って、かのちゃんにそれ話したら、はいはい、絶対言うなよ、これ。向いてるって言うな。今日のライブのことは言うなと。そう、今日のライブ、うちが出たことは言うな。早速言ってますけどね。早速言いますよと思って、僕は。まあでも、すごすぎたんだ。いや、すごい。だから、その、頂上決戦見てるみたいな、本当に。神地と加納が。すごい。その一角なんて、氷山の一角と一角がもう、ぶつかり合ってみたいな。めっちゃ早い二人ともなんか、ファッてやって、なんか、こんなんなんよ。もう、ターンが。全然違うの、先ほどの川崎誠さんの5分にやって。メトロノームみたいな感じ。本当にこうよ、もう、パッパッパッパーってやって。カチ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 。でも、いけるんかぐらいなのよ。もう、むっちゃ笑って笑ってさ。はいはい。もうやめてくれつあ、つけたあ、あって、ファって時計見たら、まだ1分半なのよ。で、いけるんかいけるんかって、ずーっとやって、そのまま突き抜けてって、カノーちゃんもその、神っちも。すごいね。いや、すごかった、普通に。あ、勝ったのこれ、ドロー。ドロー。お互い、やばすぎて、みたいな。はい、はい、はい。これ、アーカイブあるんかな？アーカイブね。これ、ちょっとぜひ見てほしいですね。はい、はい、すごいね。あの、セットだと思います。川崎誠さんからセットだと思います。どういうことですか？え、川崎誠さんから見てもらえれば、その、負けるわけないんですよね、この人が。負けたのこれ。これ、あの、人、拍手もなかったです、本当に。最低でした。なんで？わかった。この見る限り、負けなそうだけどな。いや、負けなそうです。うわぁ、モダンタイムス対決見たかったね。いや、そこなんよ、だから。多分、モダンタイムス対決ならまた違ったの見れたんよ。これもう無敵でしょ、これ。いや、無敵。来ないんだから。
その日、顔面 NG って言って、この人が。すごいな。顔面 NG でお願いします。顔面 NG なのこれ。なんで？どうするんテレビとかじゃ。ライブで NG ならどうするんやろうってな。なかなかないよ。だって、モダンさん俺らのガーッとしがみついてですよ、足に。はいはいはい。登って登って、散々俺らがお世話してお世話して。で僕らがお願いしますって言ったらもう NG で。顔面 NG でお願いします。なんでなん？わからん。一番の武器じゃん、もう。これ。面白いですね、やっぱり。ザ・フェイス界だったら多分、たけしさんみたいな立ち位置いけるよね。やですよ、本当に。ザ・フェイス界のビートたけしみたいな。はい。彼以前、彼以後とかありますからね、本当に。としみつ以前、としみつ以後に分かれるみたいな、ザ・フェイスの歴史は。としみつはザ・フェイスか論争みたいなの起きそうですね。果たしてザ・フェイスなのかみたいな。ザ・フェイスやろ、これだって。こんなもんザ、あと川崎誠さんね。川崎ね、誠さんも。面白いですけどね。面白い。何が、まあ、その、で、最後の試合が白木さんと大久保さんで、先ほど通りも。はいはいはい。もう、すごい、うわーみたいになって。はいはい。はいはいはい。もう、すごかったですね、本当に。ええー。これ、1000円で買えるんで、ぜひ。はい、優勝者とかいい？あ、もう、いなかった。普通に、ウィーニング、なんていうんですかね。ウィーニング、一人一人なんか出てって、バーってやって終わりみたいな。あ、なるほどね。前回と同じ感じですね。はい、はい、はい。はい、はい。ちょっとびっくりしました。でも、ジェラードンが強すぎて。ええー。ここでだから、でも一番びっくりしたのは、加納さんですね。加納さんは、顔芸の芸人だった。顔芸芸人でしたね、あれね。みんな顔で笑ってるだけ。はい。エマソのファンに伝えてください。うん。顔芸。広めていいですよね、これは別に。もう広めてください。これはもう、一斉に広めましょう。加納さん、ザ・フェイスです。ザ・フェイスが一番向いてます。なんなら野球と一緒。野球っていうか、下手したら異世界ってさ、はいはいはい、この、ものすごい速い球に木のバットを当てれる上手いやつがおったとして、はいはい、ただその野球がなかったらそれを活かせなかったじゃないですか。ただ当てるの上手いやつになっちゃったね。当てるの上手いやつで終わりましたね。悲劇なんですよね。だから、その、まあ、で、この現世は野球があって、はい。皆さんスーパースターじゃないですか。スーパースターよ。はい。加納さん見てください。はい。ザ・フェイスは、プロがないんですよ。顔芸さえじゃあれば。あれば、もう、多分、大谷翔平みたいになってました、その。二刀流。二刀流。メジャー、もう、メジャー。ぜひ世界へみたいな。はぁ。大谷さん、カノさんになってるのじゃん。カノさんみたいな。カノ、アイク、ジャパン。オリンピック出てました、多分。世界でその競技さえあれば。あれば、カノさんは多分、ザ・フェイスの日本代表でした。もったいないね。ちょっともったいなかったですね。わぁ、惜しいことしたな、はい。生まれるとこ間違えたのかな、カノちゃんはじゃあ。ちょっと間違えましたね。カノスがある世界に行けば。はい。もう頂点も頂点。もう頂点も頂点。ただもう、いますけど、上地だ、西本くんだ、みたいなね。はい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 。あとなんならその、裏の住人みたいにいましたね。さっき NG のトシさんとか。殺し屋みたいなやつもいますしね。何でもありなら一番強いみたいなね。ば、これね。何が NG なことあるこれが。すごいね。画面 NG でお願いします。殺してしまうみたいなことかな、強すぎて。あ、なるほどね。手加減はできないみたいな、俺は。そうね、もう。手加減はできない。殺してしまうかもしれない。すごいなぁ。この人は普通に負けたんですよね、これは。普通に負けた。この人は普通に負けてました。圧倒的に負けてましたね。負けるわけないと思うんですけど、この顔で。はい。なんか、すごい、滑って滑り続けて相手にパスしました、最後。どういうことなん？
後で送りますよ、アーカイブみたいな。見てもらえればもう。見たいな。ちょっと、でおもろかった。川さんもめっちゃおもろかった。全員おもろかったけどね。いいですね。ちょっとね、はいはい、本当はね、なんか、もっとダーンってなればね、そのドリームマッチとかもできるやんか。ああ、よくはじゃあテレビみたいな。はい。地上波。多分本当にコロッケさんとかね、もう。いや、コロッケさん出てきたらもうやばいよ。多分やばいよね。コロッケさんが一番やばいと思うよ。いや、勝てないよ、コロッケさんはもうちょっと。コロッケさんとかじゃないかな、もう。顔の動き異常だもんね、なんか。異常。なんか、ない。筋肉絶対あるやろ、ね、俺らが持ってない。ちょっと異常でしたね。剛さんのモノマネとかやばいもんね、コロッケさん。あんなの。誰だ、中川家のレイジさんとかも強そうね。はいはい、あ、じゃあ、それ強いでしょ。その芸人は結構強そうですね。堀を食う弟男とかね、めっちゃ面白いからね。あれ、おじゃ、レイジちゃう。もう全員笑っちゃいます。ビンみたいな。それぞれ劇団ひとりさんとかもね、めちゃくちゃ強そう。良いんじゃない、それこそ。うん。まあでも、キリないね、多分上げてったら。ワッキーさんとかね。そうか、もうワッキーさんもおるんや。もう、まあ、秋山さんとかもね、出てきたらやばいだろうし、もう。最弱は誰やろね、そうなると。今のところ踊り出てるのが、最弱の男じゃないですか、だから。わかんないです。調子が悪かったかもしれないですから、ね。調子がね。そうそうそう。調子が悪いとかありますもう顔芸に。いや、わかんなかったです、本当に。ホームのはずなんですよ、だって絶対に。ホームでしょ、だって。はい。これ、写真これ。これ写真ですよ。これ何油絵とかじゃないの写真です。この写真なのこれ。すごい顔しますね。油絵じゃないのこれ。負けるこれ。いや、これが圧倒的に負けてましたね。なんでだかな。いや、ちょっとわからんですね。もう本当に。本当にわからんからです。僕見てても。とりあえず、なるほど。滑ってるのだけはわかるんだ。もう、とりあえずは。とりあえず、その、なんて言うんでしょうね。まあ、確認すればわかります。でも、その、川さんあっての、加納ちゃんと上地だと思いますよ。あ、なるほどね。ロイター版みたいな、踏み台みたいな感じ。に近いかもしれないです。もう全部流れがうまいこと言ってみたいな。なるほどね。はいはいはい。はいはい。まだジェラードンすごいかもしんないね、今回。でもジェラードンだっていつ売れたっていいからね、もう。いつ、なんかおもろいよね、ずっと。あと見てるわ、YouTube。うんうんうん。あれめっちゃおもろない ?YouTube の。今、コントやっとるのよ、今。はいはいはい。YouTube でめちゃくちゃ面白くて、ずっと。いや、面白いよ、そりゃ。濃いよね。うん。次だ、海野とか呼びたいですね、ほんとに。ああ、いいじゃん、海野くんね。海野とちょっとお願いしますね。全然やります、海野育ったら。同期対決。血は筋肉踊りますね、それは。いや、そう。血は筋肉踊るよね。研ぎ澄ますと思います、もう海野との対戦決まったら僕、寝てるから、ね。もう部屋に閉じ込まって瞑想します。ちょっと海野も研ぎ澄ましてほしいね。そうね。一万回のこれやっとしね。海の。それぐらいの。これね、一万回の。一万回のこれね。おかしいだろ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 。やっとしね、それ。そう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 。祈る時間になってね、なんか。日が沈んでないみたいな。気がついたら、なんか終わった後。おかしいだろうって言った時。日が沈んで。おかしいだろう、祈る時間になってね、海のか。ツッコミだもんね、でも早すぎて誰も気づかないからね、その。もう消えなくなっちゃう、コント。早すぎて。今なんか、こんなみたいな。かわいそう、海と。でもそっか、キングオブコント、まだか、まだか、ジェラードン。まだこれから。これからですよね。はいはいはい。はいはい。ちょっと楽しみですね。海の。海楽しみですね、どうなるか。すごいよね。だって NSC で、うん、でも14年前 ?5 年前かな、もう。4年じゃないの ?14 年前で一緒やったやつと、
誰が想像できる14年後、顔面で会話するライブやるみたいな。そこで相まみえるのよ。だって西本とかと。そうね。そう考えすごいよね。もっと言うと、大久保さんとやるというかね。いや、そうね。だってめちゃイケ見てたしね、よく考えたら。めちゃくちゃ見せてたからね。見せてた。うん、もっと言うと、あれよ、だから、うっちゃんさんとか、なんちゃんさんとか。はいはいはい。この間、チャップリン出たやんか。はいはいはい。まさか自分の、こんな小学生のドローン飛ばす前が、うっちゃんさんの前にこうやって。はい、そザ・フリース、うん、なんちゃんさんとか、すごそうね、なんか。すごそうね。多分すごいと思うよ。めっちゃおもろいんじゃない多分。面白いと思う、多分。それになったと、ハマちゃんとかめっちゃ面白い、多分、ザ・フェイスなんか。ハマちゃん、それやばいでしょ。うっちゃんもおもろいやろうしね。うん。それこそ、うっちゃん、なんちゃんでやってほしいね、ザ・フェイス。やってほしいね。もうドリームマッチやろうな、うん、極楽のあの、山本さんも強いやろうしね。山さんはだってもう全盛期取り戻しようかね、今。まだパンパンの状態でしょ、多分。YouTube めちゃくちゃ面白いよ、今。山さん。もう全、あの時の山さん帰ってきてるから、ただの。いいね、呼べたら最高やけどね。いや、もう最高よ、そりゃ。いいね。そうね、いろんな人と会ったね、そう考えると。なかなか。会ったんじゃない？それは。そうね。考えられんよね。まだ武井さん。武井さん、その、ドローンとかあるやんか、小学校。はいはいはい、卒業、6年生の時のドローン、写真、卒業写真から撮っとるドローンやけどさ、ミニの、うんうん。この時、この6年生の時、ウリナリとか見てたの、今考えたら。まさにそうね。うん。それが飛ばす飛まないからね、本人の前にこうやって。本人の前にこうやってドローン飛んで。そうね。感慨深いよね。ああ、そうよ。ウリナリ懐かしいね。ウリナリ、あの、ダンス部とかね。すぐ社交ダンスね。動画、横断部とか。なんであんな気になっとったのね、合格か不合格かみたいな。いや、もう、ずっと見せる。なんか数字がバーみたいなね、あって、なんかこうやって追ってって、ないみたいな。そうそうそう。なんちゃんさんがすごい強いのよね。ダンス。そうならね、もう。社交ダンス。杉山愛さんとね。杉山愛さん、杉本愛さん。杉本愛さんか、うん。杉本愛さんともダンスして。杉本彩さん。全部間違えとるやんか。全部間違えてる。もう会えないよ、そうなると。もう、どのつるさ入ったんじゃないか、今も。なんね今耳入ってんじゃないか、もう大丈夫か。まだ大丈夫と思います。まだ大丈夫か。はい、そんな全部監視してないと思ってたもん。いろんなモニターありそうやけどな、あの人に。やってないと思う、ね。大丈夫か、まあ、大丈夫だと思います。もう耳入ってそうだけどな。いやいや、まだね、大丈夫だと思います。会いたい人おるかな？あの頃の人で会いたい人おる。もう、今そんなに、会ってないか出てないけど会いたいな。あ、そうか。まだ会えてなくて会いたい人ってことね。出てない。まだ会えてなくて会う人。それこそタモさんとかね。ああ、タモリさんね。そうね。ウエストランド会っとるからね、すごいよね。会っとるどころかもう、準レギュラー。いいともでだってね。そうだよ。会っとるから。準レギュラーだから。いいとも出れてないの今考えたら。いいとも出れてないって結構なんか、心に穴開くというかね。穴は開かんけど、心に。そんなでかい穴は開かんけどね。いいとも出れてない。ってでもやっぱでかいじゃん。そんな何こうなる自暴自棄みたいな、いいとも出れなくて。だってもう二度と出れないんだよ、いいともには。あれだからちょっと、なかった。テレフォンショッキングの友達で紹介しますって言って、うん、誰々さんですって時に、みたいな。そうそうそう。パッ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 パーで出た時に、ヒャーってみんな。そうそうそう。あれちょっと夢よね。あれはいいね。そう。あれでももうないのよ、あれがだから。あの、たけしさんがね、ゲストで出る回とかすごいよね、もう。ギャーって。なんなら多分その、お友達紹介の時に、次の週のたけしさんの時に、あの、北野武さんって言った時に多分みんなうわーでしょ、その会場の。それもないですからね。ないですよ、今。ね、惜しいことしたな。ちょっとだから今の段階で出てったらどうなるかもしれないよね。今のいいともあるとして、一人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 よ。はいはいはい。
友達紹介します。誰や、俺らの、誰かおるかな、著名な。著名な知り合い？著名な知り合い。ま、漫画太郎先生。まあ、知り合いでもないけど。知り合いでもないね。それこそもう、なんでかわかんないけど、千鳥のノブさんがいて。ああ、そうね。じゃあ、タモさんが、じゃあ、ノブくん、友達紹介ときに、あれだ、ランジャタイ伊藤って言ったときに、みんなどういう反応になるかよね、客席が。誰誰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 パー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 のときはね、全員、誰そうね。そうね。多分その二人やんか、絶対。二人っていうか、俺もそうなるやろうしね。うんうんうん。一番紹介できるので誰？その、もし自分がテレフォンショッキング出るとなって。はいはいはい。お友達紹介しますって言って。一番いい人？荒波立てよって言うんですけど。荒波立てよはダメでしょ。本当にやばいと思う。誰？誰どこじゃないの？え？暴走事故みたいになると。誰やろうな。誰でしょうね。まあでもマジラブさんとかじゃないですか、もうリアル。とか、マジカルラブリーさんはそう言えるね。ね。間違ってでも、ホンダライダーとか言えんもんね、もう。ホンダライダーはもう言えないんですよ。友達紹介、ちくわまんさんっていう、ちくわまんがいて。それ無理ですよ、それはね。パーバッパ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 ーでちくわかぶったんですよね。こんちくわ！いや、きついよ。本田さんもね、タモさん殴るかもしれないですからね、あれじゃん、殴り芸あるじゃん、いつもやる。あれやるかもしれないですよ、もう、テンパって。あー、お前ですね。うわーってやるじゃん。あれやるんじゃないですか、下手したら。地獄のリレーですよ、そっから多分。ちくわマンから本田ライダーへ。星川メンバー行きますよ、そっから。やばいです。中山亮って一つに。めっちゃおもろい。中山亮。めっちゃおもろい。中山亮さんが、暗号っていうやつ。止まんないです。地獄。デットンさんでしょ？デットンさん。デットンさん行って。暗号さんからゼットンさん行って。4000年に一度咲く金指し。金指し。ウェンズデーズ光ちゃんみたいな。地獄のメンツですよ、もう過去も。終わるんじゃない？それでいいと思う。いいと思う。マジでそうかもね。いや、すごいよ。ウェンズデーズ光。ウェンズデーズ。すごそうですね、それ。暗号の時が一番おもろいかもね。暗号すごいと思うよ、もう。暗号はやばいだろうね。駒村さんとかもですね。駒村さんもね。駒村さん。いや、いいね。いいですね。まあ、いいともはだから、そっか、もう終わってますからね。いいともはもうね、出れないから。出たかった番組あります？そういう。もう出れない。もう出れない。なんやろうね。それこそどっちの料理賞とかね。どっちの料理賞ね。どっちの料理賞だ。あとなんかあるかな。あの、特報王国も出たかったけど。ああ。マジカルズノーパワーとかね。マジカルズノーパワーね。ね、出たかったけど。だってサンスケさんなんかね。スーパーサンスケさんなんか、クイズ番組多分マジカルズノッパー見て芸人志したんだからね。なかなかいないよ、マジカルズノッパー見て芸人志す人。もうだ永遠にたどり着けない、そこには。いや、そうよ。マジカルバナナよ。バナナと言ったら滑る。それ見て芸人やろうと思う。ここに行きたいと思ったでしょ？なかなかないよ。数十年後飛ばねーって言ってんのよ。いい足してるねそれでね、もう日本2位まで来ましたから。マジカルズのパワーガンだ。怪物ですよ、あれ。本当に怪物ね。怪物を。そうね、誰やろう。なんかある、出たかった。これ出たかったな、みたいな。あ、でも、ガキの使いは叶いましたね、もう。あ、そうね、ガキ使い。ガキの使いはずっと出たくて出れたんで。いいね、あでもそれこそめちゃイケだな、これ、本当に。おぉ。めちゃイケは出たかったね。めちゃイケね。めちゃイケは出たかったな。もう終わりましたからね。まあ、だから、何ですか？学校へ行こうだ。あ学校へ行こうね。学校へ行こうは僕一番出たかったかもしれないです、多分。はい、もう出れないですもんね。
もう終わってます。V6 さん。あと、なんでしょう。極楽とんぼの吠え玉とかね、出たかったっけ、ね、ああ、吠え玉ね。ラジオ。え、もうや終わってんの？もう終わってますよ、もちろん。ああ、じゃあ結構あるよ、多分。そういう。ごっつ映画にも出てみなかったね。うわ、それ出たいですよ。ごっつって。なかったね。出たいなぁ。あとなんかあるかな。まあでもそれぐらい、まあでも色、探せばキリないやろうけどね。まあね、キリない。うん。そうね。なかなかないぐらいの。うん、今、この間、なんか山田電機の前か。はいはい。山田電機の前通ったらさ、なんかのゲームの PV みたいな流れてたんやけど、うん。バイオハザードかな。はいはいはい。最近のゲーム見ました？もう、紙の一本一本まで見えるのよ。ええ。まだまだ進化するんやね、なんか見てたら。もうじゃあ実写になるんじゃない？もうそのうち。そうなると微妙なんじゃない？実写になると。そうか。実写には限りなく近くなってくるんやけど。うんうん。スーファミから入ったの？え？ファミコン？スーファミ？ファミコンかな？まあ最初は。ファミコンから入っとるやんか。うんうん、マリオだ、なんか、なんやった、あの、ジャッキーチェーンみたいなやつもあったし。あったね。あったあった。なんとか伝説。それやってスーファミ行って、スーファミはもうドンキーコングをずっとやって。はいはいはい。もうドンキーコング、スーパードンキーコングってそれやった時に、子供ながらに、これ以上ないと思ったのよ、もう。そうね。綺麗だったね、あれ。あれめちゃくちゃ綺麗やった。いく綺麗な。ドラゴンクエストもあったやんか。ドラクエもそうよ。ドラクエ狩りって流行ったんじゃなってよく考えたら。ああ、ドラクエ3とかの時ね。3とかの時、はい、そのおもちゃ屋の角で不良たちが待ってて、うんうん、そのドラクエ買った学生とかをカツアゲするみたいな、なかなかやんか、それ。なかなかですね。あ、おめえドラクエ買っただろ。買ってないっすよみたいな、それ、ドラクエ狩りだよって。それでやって楽しいんかね。でもその人から奪ったドラクエクリアして楽しいんかね。おもろいね。人から奪って名前選択とかも強しとかしなって。いやそうよ。エルみたいな。人から奪った。泥棒やからね、ただの。そう。強しはレベル10に上がったとかずっと自分の家で。レベルなんか下がりっぱなしやからね、実際にはそんな。まあ、モラルとしてはね。やればやるほどレベル下がってるから。ドラクエやって、どれぐらいやろうね、スーファミ。カービィ、カービィもスーファミあれ。そうね、カービィ。カービィは64かな、ニンテンドーとかかな、あれ。まあ、最初はゲームボーイ。あ、ゲームボーイか。多分、スーパーファミコン出てきて、ゲームボーイも出たんや、なんか。そうね。こんな、なんていうの、あの、フルーツサンドぐらいあったよね、厚みが、あの時。フルーツサンドが正しいのか分かんないけど、まあそれぐらいありましたね。なんかすごい熱いんですよ、その横が。子供と重いのよね。重い重い。で、多分電池も4つぐらいいるんじゃないかな、あれ。そうで、炭酸が4つとかじゃない？でっかい。炭酸4ついて、ムカつくのがだから、マジで超と、え？何？画面が意外とちっちゃいのね、それで。いや、ちっちゃい。で、白黒でしょ？うん。で、マジで消えるのよ、ショーとかもすぐ。ドゥン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 やね。ドラクエね。ドラクエ。うわ、そうやったった、スーファミなんかやってたな。そうね。ゲームボーイもやって、そっからゲームボーイカラーとかなりだして。はいはいはい。だポケモンとかがや、ポケモンがもうだってその、分厚いやつやんか。赤。うんうん。赤、緑、青とかがね。そうね、レッドグリーン、ブルー。俺の友達の小山くんっていうのが青買って、青めちゃくちゃ持ってたよ、一日だけ。青のおかげで。青のおかげで。青はなんかコロコロコミックで、なんか応募せんと買えるのよ。その時確か。はい、うん、なんかわからんけど、コロコロコミックのハガキをおもちゃ屋に持ってって、そこでお金払って引き換えみたいな。はいはいはい。で、青持って、なんかわかん、本当に青のパッケージ持って学校来て、一日以上に持てるのよ。はい、あ、モテる。あの可愛い子がみたいな、ある。女の子。話したことないやん、小山くんと、みたいな。いえ、すごい。いや、だからすごいね、当時のおもちゃっても。でも一日で終わっちゃう。一日でだって、もう、
青、いい、わかりました、ぐらいの皆さん。はい、はい、みたいな。早いね。まあ、早いね。1週間ぐらい持ちそうなもんだけどね。でも、小山くんとしてはね、もういろんな人と喋ってたわけですから。かわいいあの子、気になるあの子、みたいなね。うん、うん、うん。なるほど。でも、それでモテるってすごいね。モテんかった、でもなんか。それさえ持ってれば、みたいな。また逆に、その、まあ、俺は特殊だけど、俺がその、なんか、持ってるって言うと、その、やばいことなんかね。伊藤持ってるらしい、みたいな。え？伊藤持ってるらしい。家に来るからね、その。ああ、なるほどね。その、ドラクエで、結構その、もうラスボス寸前ぐらいまでやってたショーがあって。うん。で、言ったらもう、命の次に大事なショーでしょ、だって、本当に。伊藤がやってるらしい、みたいな、漏れて。ドラクエをそうそうそう。はいはいはい。で家行くわ、みたいになって。やばいよ、やばいよ。家来て、その章消されて、勇者チンチンにされましたね。レベル1の。勇者チンチンにされて。かわいそうにな。もう、あとちょっとでラスボスみたいなところでしたね。言わんかった。あとちょっとやんよ、みたいな。いろいろ分かったらラスボス見たくないみたいな。もう、見れるよ、みたいな。いやありますよ。だからセーブさえしなきゃよかったんやけどね。まあそうね。そのそいつもわからんやろしね。勇者チンチンにしてセーブして。まあまあ、あチンチンでやるんだみたいな、ね。とりあえずセーブした時なんか変な声出たでしょ。あ。やります。マリオが飛ぶ時やった。ポンみたいな。ポンみたいな。あとね。マンマミーやでしょ。マンマミーや64のマリオの飛ぶ時の声。ね、そういうのありますよね。まあまあ、そうか。そういうのがあるんや。そうそう。人気者にはならない。別に持ってると言って。あ、そう、もうデジモン持ってるだけでとかあったけどね。ああ、なるほど。まあ、みんなでやるからもあるやろうけどね。デジモンが当時、金ホルダー、かっこ賢いのよね、バンダイさんが誰かが。はいはいはい。デジモンのこれに金ホルダーつけて売り出したの。でも、金ホルダーとして学校持ち込めるの、はい、デジモンが。うんうん、だからもう休み時間みんなできるんよ。ああ。で、先生も知らんやんか、そんな、金ホルダーがゲームになっとるみたいなの。うんうん。それでみんなでやれてみたいな、すごかったけどね。デジモンだ、たまごっちだ。はいはいはい。うん。ゲームボーイ、そうか。64もやって、セガサターンもあって。セガサターンね。全部見てきたんじゃない？いいやつ。まあそうね、激動の。今はとかどんな感じなんだろうね。あれ通ってないよね、案外その。え？ Wii 通った？ Wii 通ってないです、僕はもう。Wii 通ってないよね。もうやってないね、Wii は。なんかあれよね、その、上京して出てきたら金ない時期があるから、そこだけ途切れてんのね、金ない時期だけ、ゲームの期間が。そう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 。スーファミとか64、プレイステーションとかでしょ。プレイステーション2も通ったし。うん。だから3から怪しいのよ、どんどん。3、4が。そうね、3。で、Wii とかもそうやし。うんうんうん。Xbox も通ってないわ。俺もやってないな、Xbox は。うん。そうね、全然やってない。今スイッチでしょ、でも。スイッチだね、今は。こっからのね、どうなるかって、それ VR に入ってくるじゃん、多分。もうだ、VR になるともう終わりよ、多分。仮想、多分こういうヘルメットとかつけてさ、仮想ゲームやる。こうやってずっとやるみたいな。俺多分帰ってこないと思うよ、それ。それが普及したら。俺もう帰ってこないと思う。そっちの世界にずっとやるの、こうやって。でも多分、だって。だからこれ被って、当時のみんなと冒険できるよね。ああ、そうね。うん、友達とかと。うん、うん、うん。でも多分こうじゃないんじゃない？マジでその動くとかあるやろしね。自分でこうなんかモニターみたいにつけて。あるあるある。怖いよ、部屋で一人で。いやーってやると。これつけて。いやーでも、だこれもやんなくなるじゃん。もう脳波だけの。怖いなぁ。これずっと。まあでも今、でもそうなるんじゃない？普通に。いや、なるなるなる。だってもう、そうね。この携帯でこんなことできるとも思わんしね、当時はもう。
いや、そうよ。喋っとるとも思わないし、もっと来るんじゃない時代が。だからアバター同士の恋愛とかになるだろうね。だからそっちの世界でも。今あるんじゃないもうアバターが結婚しててみたいな。あるあるある。アバターストーカーとか出てきそうね。そうなるとマジで。全然だから、おじいちゃんと子供が付き合うとかあると思う。その仮想現実の世界で。いや、マジであるよ、普通に。なんだおばあちゃんと子供とかでもあるやろし。そうそう。絶対ある。会ってみたら、おっさんやんけとかもいっぱいあると思うよ。全然あると思う。そういう。可愛い女の子だと思ってたら、おっさんでした。みたいな。そうそうそう。あ、あれ、今、あれなんやって、VTuber めっちゃ人気やんか。うん。なんか、まあでも難しいんか。何？グレープさんに頼んでさ。はいはい。可愛い女の子のキャラ作ってもらってさ。はいはいはい。ゲーム配信とかしたらめっちゃ儲かんじゃない？今多分。だってあの、1位、投げ銭世界ランキングみたいな1位はもう1億とかでしょ？え？年間の投げ銭1億とか。マジで？その日本？それ。うん。誰？それ。小石田純一さん？誰？小石田純一さんはあの、VR じゃないって。1億円もらえるわけないじゃん。小石田純一さんは。それも失礼な話やけ。失礼じゃない。もう、もらえるわけない。それは失礼な話。もらえるはずない。小石田純一さんもらえるって1億円。俺100円も投げたくないもん。小石田純一さんに100円も嫌だ。投げてあげてくれよ。100円くらい。嫌だ。まあだからね、かわいい、そうね。いや、それだから、グレープに頼んで、うんうん。あの、キャラっていうかグラフィック作ってもらって、はい、それこそもう、あ、これはだからむずいよね。中身言わん方がいいんか、言った方がいいんか。言わん方がいいよ、絶対に。絶対言わん方がいいよね。だめっちゃイケメンのキャラにするんよ。そうそう、はいはい。イケメンのキャラにして、うん、そのゲームを配信して、で、声はもうこれでいいよ、別に。はいはいはい。うん、声はこれでいいので、ゲーム配信しながらふわーって喋って、うんうん、で、何気ないことをなんかパーって言って、え、ちょっとやってみる、二人で。でも声これだったらもうバレるけどね。え？男女体じゃんってなるよ、もう。それはなんないんじゃない？どだろうね。いや、なるよ。声変えないと。なんかダミ声じゃん、みたいな。こんにちは。みんなありがとうな、みたいな。今日も来てくれてありがとうな。今日はありがとう。よろしくね。こいつマジ強いな、みたいな。ちょっと待って、うん。何せありがとうございます。こいつを誰が応援するの？応援したくない、そんなやつ。もっと低い声で、ありがとうございます。ああ。投げ銭ありがとうございます。くらいの。高倉健さんぐらいの感じ。そうそうそう。硬派な男みたいな演じて。でもこれやったらもうバレるやん。このトーンで、このテンポで喋ってたら。はい、はい、はい。わざと、なんか、あんまり寡黙なキャラとかね。うん、うん。だからお金持ちに見つかるとすごいのね。あ、なるほどね。もう再現がないですから、お金がもう有り余ってる人たちだから。下手したら、これもお金持ちに見つかったらいきなりドンってくる可能性あるよね。VR じゃなくて別にこの配信であるからね。うん、これ見つかってないの？お金持ちに全然。多分。全然見つかってない。うん。投げ銭、皆さん全然くださいね、もう。だからあれなんですよ、本当に。なんていうんですか、ちょっとやろうよ、VTube で、グレープに言おう。グレープに言う。グレープに行って、そのキャラ作ってもらって、はいはいはい。企画でやろう、バレるかバレないかみたいな。それか、あれやるの？VR でサンドさん作ってもらって、それに俺らこうやる、うん、いや、いいけど、めちゃくちゃやばいと思うよ。もういいぜ、みたいな。ずっとやる？もういいぜ、みたいな。投げ銭もういいぜ。今日はもう投げ銭いいぜ。俺らはいいけども、多分サンドさん、ファンがもうやばいからね、絶対。バレた時大炎上どころじゃない。大炎上。もういいぜと言ってもらっていたんです、スパチャを。もういいぜ。追放やね。本当に。長野さんぐらいならいけるのよ、多分。長野さんの。はいはいはい。あ、そうか、投げ銭はそうか、反応した方が喜ぶんだ。僕、スルーしてるもんね、我々。まあ、そうか。毎回じゃあ、言っていこうかな。ありがとうございますって。いや、VTube で やれんじゃない？だから。はいはいはい。企画でやりましょう。VTube で。はいはいはい。アバター。え、あなた誰？富澤さんにする？誰にする？そうね、じゃあ富澤さんかな？僕は。バレる。トミーっていう名前にしようじゃん。ちょっと何言ってるか分かんないっすね。めっちゃ。投げ銭もらったでしょ。ちょっと何言ってるか分かんないっすね。
これじゃあもう、伊達さんにするわ。もう、アバター。近いのにするわ、本当に。もういいぜ、みたいな。ずっと。もういいぜ。あ、ありがとうございます。スパチャね。610円今いただきましたね。この610円って何なんやろね。川原さんの時も。鉄心さん。610円じゃなかった。610円ね。あとそう、5000円一回いただいてますから。あ、本当ですか？いらんすよ、もう5000円も。そうね。あた、でも感謝はしてますから、本当に。まあまあ、そうっすね。あんたの5000円だって、あんたうまいもんいっぱい食えたで、5000円で。まあね。まあでも多分余裕がある人じゃないとしないと思いますよ。いや、案外、結構カツカツでもおるんやって、スパチャ。え？そう。もういいぜ、スパチャ。もういいぜ。あの、VTuber 時代、え、で、俺、なんか見たよ、この間、VTuber の。え、はいはい。えげつないのよ、見てて。うん、うん。ジャキン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 って入ってくのよ。いや、もうとんでもない。そう。で、その後、川さんの部屋見たんですよ。はい、はい。一つも入らんのよ、もう。一つも入らん。それもそのはず、酒飲んで、おっさんが泣いてるのよ、なんか。すごいね。川さんも、だから、配信とかした方がいいんじゃない多分。ゲーム配信とか、はい。その、なんか YouTube の生配信あるじゃん。その、お金、すでにお金持ちのとこに5万とか毎回やる人いるじゃん。いや、わからん。そんな見てない。今、そういう。まだあの、ヒカルさんとかさ。ああ、まあそうね。メンタリスト大悟さんとか、もうとんでもない金持ちじゃん。はいはい。もういらないからでしょ、もう。なんでそこにその5万とかをじゃらじゃらみんなやるのかな。もういらん。だからその時、お前がちゃんと突撃したやつがいいよ、それ。どういうことですか？こんな金あるなら僕によこせみたいな。ランジャタ伊藤ですみたいな。ダメでしょ。終わりです。そんなやつ。その金、本当にいいんですか？ここで。ここでいいんですかみたいな。この金あったら何ができたでしょうで、その自分たちの URL あって、ここへどうぞ。誘導してね。誘導して。あ、1000円いただきました。ありがとうございます。そうか。言うとね、来てくださるんですよ。そんないらないですかね。うんそう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 。なんなら、だって。ありがとうございます。ね、そこら辺。全然困ってないですね、うん、生活に。まあ、そうですね。そう、うんうん。あるやつからぼったくればいいのよ、金なんかも。そう、ね。うん。大悟、メンタリスト大悟とかスパチャめっちゃもらうじゃん。そう。で、正直、何の足しにもならないですけどね、みたいなこと普通に言うからね。いや、もうさ、ぶっ倒しがいいよ、本当に。僕のこの収益の中でスパチャなんて本当にビビってあるもので。いや、お母さん呼んで説教してもらった方がいいのよ。あんたの息子こんなになったぞ、みたいな。もう。そんなことはないけどね。まあなんか面白おかしくだから。ギャグみたいな。まあ、そうね。でもギャグでね。感謝はしてると思いますけどね。わからんけど。いろん。てないよ。メンタリスコ大悟は。してますよ、絶対に。もう。だから、ね、会ったこともないし、ね。だから、会った時めっちゃたかろうよ、大悟さんとかも。あ、そうね。信じられないぐらいたかろうよ。大悟さんね。多分、たかってたかって、たかってたかって、あの、我々がね、あの、まあ、よくやるんじゃないですか。居酒屋行って。はいはいはい。まあ、たけしさんの教えとして。はいはい。いつも、その、絶対外で挨拶するやんか。絶対店の中では言わんやんか、もう。そうね。終わった後、店の外出て、その人来た。ごちそうさまでした、みたいなね。はいはいはい。大悟さんの時はもう全くそう、やめよう。店の外行って、大悟さん来たら、この居酒屋の金もビビたるものなんでしょうみたいな言って。いや、ほんと良くないですからね。いや、それは。大悟さん、ビビたるものなんでしょみたいな。タクシー代くださいよ、みたいなね。ずっと。まあまあね。でもその、多分その、感謝もあるでしょうね。その、メンタリスト大悟さんに救われた人なんかいっぱいいるんでしょ、多分ね。めちゃくちゃいる。ためになることめっちゃ言ってるからね。いや、そう。だからためになることを言ってけばいいのよ。我々も。そうね。めちゃくちゃためになることを言う。うん、まず、トイレでうんこしたとき。はいはいはい。すぐ、あの、トイレウォッシャーするんじゃなくて、2、3回拭いてから、ウォシュレットした方が、あの、綺麗です。綺麗ですし、はいはい、お尻もそんな汚れません。はい。ばあちゃん、もういいぜ。誰も入れないですよ、それ。全員知ってます。
今の。全員が知ってます。はい。あと、アルタのトイレの、はいはい。アルタの地下のトイレの、はいはいはい。2番目の便器があるんですけど、うん。あれのウォッシュレットをしたとき、はいはい、って出て、プスって水出るんですけど、はいはいはい。あいつ、あのセンサーっていうか、あのプスのやつ、はいはい。肛門の位置間違えてます。はい。それはもういい。はい。それは、その人によると思うんですけど。はい。あいつ、あの便器のあいつだけが、位置全く違います。あなたのその、ケツの穴がすごい前にあるとかじゃないですか、なんか。いや、違います。僕はいろんな便器で試しましたけど、あいつだけが俺の金玉に水を当ててきます。はい。全く違います。あいつが肛門だと思ってる場所は僕の金玉です。はい。金玉とアナル繋がってるとかじゃなくて、なんか。そんなファンタジーじゃないよ。そういうタイプの人じゃなくて。そういうタイプの人じゃないです。気をつけてください。皆さんもアルタのトイレにはちょっと気をつけてください。ありがとうスパチャね、たくさんいただいて、もう、また、いいですよ。もう大丈夫です。ありがとうございます。1000円もね、610円も持っていただいて。610円はなんか、あれなのかな ?610 円からとかなんじゃない多分。うんうん、なのかな。ようわからんけどね。だからお金持ちすぎたらどうなるんだろうね、その、例えば1億とかさ、年収。もう使いようないよね。いや、ない。もうだって。何も使うことないと思う。おかしくなると思う、お金。だってその、よくあるじゃん、そのなんか、六本木に飲みってとこ。俺絶対しないもんな、俺多分、そういうの。あー、なるほどね。キャバクラで使うとかも。俺だってキャバクラとか、苦痛だと思う。むしろ喋らないといけないんだ、みたいな、その、なんか。まあ、気使うやろうしね、あっちのお姉ちゃんたちにも多分。そうそうそう。これ噂なんですけど、はいはい。六本木の、高い高いバーみたいなとこに、うん。シャランキューの畑さんが来てね。はいはいはい。畑さんがここにネックレスして、ここにね、なんて、ションベン小僧のネックレス入れてたんですって。はい、金の。はい、うんうん。で、お姉ちゃんたち、ブワーって言って、みんな一列に並んでって言って、みんなお口を開けてって言って、その、ションベン小僧ギューってやったら、その中に、なんだっけな、ウォッカじゃない、なんだっけ、お酒。ちょっともう、その話やめてもらっていいですか？どっちにしても、もうどうでもいいんです。それがウォッカかどうかなんて。お願いします。もうやめてください、その話。ウォッカかなんか言って、ピューみたいな、その話。盛り上がっていこうぜって言って、めちゃくちゃ盛り上がったっていう。もうやめてください、その話。もういいぜ。もう本当にもういいぜ。やってもいいぜ。本当にね、本当かどうか分かんない話をこんな公の場でしないでください、ね。人のことばっかり言って、本当に。全くの嘘だった場合、本当に怒り止まんないと思う。僕は、わけわかんない。シャランキューの畑さんにあったら聞こうとしてたやつです、本当に。本当ですか、畑さん。あったらね。僕はもう足しに足しますからね、その話を持って持って、今。まあ、でもあなたが持ってるかどうかなんか聞いてる人は知らないですからね。本当なんだと思いますから、それはね。そうね、なんか、うわーってやった後になんか落ち着いて、ちょっと一時期だったらなくなって、こうやってね、このションベンごとのキャッパーで開けて補充してたってね、僕がもう持ってますけど。だけどこうやって補充して、見られないように補充して、また始めたみたいな。もうやめてくださいね、その話も。二度とやめてくださいね。二度とはしませんよ。はい。まあ、都市伝説ですからね。いやいや、都市伝説。金持ちユーチューバーね、ヒカルさんとかやばいです、あれ、もう。あ、そんな、ヒカルさんってあれなんて、この、金髪とね、黒の。半分黄色、金髪の人でしょ？そうそうそう。半分、こっからこっち、金髪の。多分ですけども、10億以上はね、年収で。あ、そう。もう絶対そうと思いますよ。すごいのは、でも、ようやめんよね、そこら辺ね。まだまだ稼ぎたいんですか？だから、もうやめるやんか、1億、2億あったらもう。うん、まあ、1億、2億でやめるかわかんないですけども。10億、まあ、まだまだっていう。お金の話、すごいよね、世界。めちゃくちゃよね。めちゃくちゃですね、だから。それこそ、世界のトップ YouTuber って、誰なんよね。アラポンか。誰だろう。アラポンではない。アラポンはなんかあのね、
くちゃくちゃ音もね、なんか。くちゃくちゃで、咀嚼チャンネルね、アラポンの。咀嚼音をね。なんか食べる音、くちゃ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 。アラポンチャンネル。僕が定期的に見に行ってしまうやつね、アラポンの咀嚼チャンネルね。はいはいはい。ユタポンは今何してんだろうね、革命家ユタポン。もまだやってるんですか、全然。はいはいはい。なんか世界のね、いるよね、その、なんかテレビで見たの、子供、何人かわかんない。世界の子供でもう何十億、三十億とかじゃないだもん。あ、ね、そんな感じでんの、ええ、年に。ええええ。おかしくなっとるやろね、もう感覚が。あ、でも子供にはあげないんですよ。貯めとくっていう。将来のために親が。親が。うん、親が。汚い親だな。その子のために。人生を。それ渡したら。汚いな、なんか。ええ、汚くないです。いや、汚い。汚い親だ。何も汚くないです、だから。いや、まあ、すごい。でもそっか、サポートもしてあげてるやろうしな。どうなんだよ、その、10億稼いだ後のランジャタイ、どんな感じだったのね。この、比較、今はね、これを比較してほしいよね。何年後かかね。まあ、10億稼げるってことは。おもろいと思うよ。無視稼いだとして。本当に調子に乗ってると思うよ、二人とも。嫌なやつになってるから。めちゃくちゃ嫌なやつになってると思うよ、もう。どんな感じなんだね。俺はそう変わらんけど、多分あなたは本当に変わってると思うよ。なん変わんないですよ、僕。全然。何にも変わんないと思いますよ。なんか、ちょっと嫌なコメントだったらすぐ切ると思う。プトンみたいな。別にいいよ、みたいな感じなの。やめたっていいよ、みたいな。やめるけどね、みたいな。もう。いいよ、みたいな感じかな。モダンのトシさんがよく言うとるやんか。売れて罵倒されようが何も響かないみたいな。もうお金持ってるから僕は何も響かないみたいな。はいはいはい。そうね。その境地になるんじゃない？多分もう。ああ、そうなるとね、お金って難しいね。ありすぎてもね、困るのかな。だからまあそんないらないやろね、多分。だってなんならバイトで食えてたからね、今考えたら。だからそうだね、それも別に辛いくもないもん、まあ、辛いっちゃ辛いけど。バイトで食えてるってことは、あれよね、そのバイトがなくなっただけで大ラッキーやったからね。もうね、もうこの気持ちはもう消えんやんか、バイトなくてよかったっていうこの気持ち、そう、もう多分これ以上ないよ、多分もう。ああ。これ一番これいい気持ちだと思う。バイトないやーの気持ち。まあまあね。多分あっという間じゃないか、それも。あっという間。変わるんじゃない？してほしいな。人は変わるんじゃないですか、ね、なんか牛島くんみたいな人ほしいね。牛島くんの最後みたいな。どれ各キャラの最後みたいななってほしいね。伊藤浩二編みたいな、牛島くん。死ぬじゃん、絶対に。絶対最後なんか殺されたり、されたり、巻き込まれたり。あの、肉まむしみたいなやつに追いかけ回されてほしいな。もう。耐えられないよ、そんな。いたーって。耐えられないよ、僕には。耐えられんな。肉まむしなんか絶対やだ。怖い。めちゃくちゃ怖い。肉まむしだけは嫌やからね。まむしだけは嫌だ、本当に。でも多分、あの、むちゃくちゃ、バーンってもし売れるとしたらさ、うん。絶対悪い奴らいっぱい来るんやって。え、そうなの？いっぱい来ると思うよ。その悪い付き合いの人たちとか。はいはい、こっちがもう縦こうしとかんと多分。はい、はい、はい。そう。いい顔して来ると思うよ、絶対に。うん。なんならわからん。今、その、なんていうの？今、このお付き合いしてる友達とかも、実は悪いやつだったかもしれないしね。あ、どういうことですか？タモグライダー柴さんとかね。どういうこと？わかんないじゃない、もう。この人とかですか？この人とか。この人なんか悪いよ、多分。背びりに来るよ、金。この人も。そうに、この二人が来ると思うよ。これは来そうやね。来ますよ、多分。これはすごいわ。現にマジカルラブリーに今、たかってるんだから、今。たかってね、アルピーさんと。アルピーさんと。だそうね。だから、その、あれなのが、あ、わかりました、モダンさんと。はいはい、なんですか。もし、モダンさんがむちゃくちゃ売れた時が、うん。
モダンさんは僕らに手を差し伸べてくれるのかどうかよ、だから。いやいや、モダンさんってずっと言ってんじゃん、もやもやから。売れたら全員と縁を切る。なんでこうなるんですか？トシカワメンバーと絶対に縁切るんですね、トシさん。あ、言ってますね、トシカワメンバーと。あ、大丈夫ですよ。あの、5000円いただきましたけど、あれと3回目の5000円、ありがとうございます。はい、もう使ってくれ。もう、なんかもう親戚の言葉にあげてくれ。うん。俺らなんか6なのに使う、普通に。ありがとうございますね。はい。そうね、話してみたいね、その未来に10億稼いだ自分たちがいるとしたら。どう？もう全部買ってると思いますよ、なんか。うちの生活どう？あ、そう。ひどいねみたいな、多分。嫌なやつらよ。嫌なやつなんかな。あの家住んでんだ。あれ汚かったよな。どう、でもめっちゃいいやつかもしれない。あの、あ、実は全部寄付しちゃって、すっからかんだよ、みたいな感じかもしれないよ。え、だってなんなら、僕が前の前の家あるじゃないですか。うん。前の前の家の自分と対談するとき、僕はもうめちゃくちゃ責めますもん、多分。なんて住むんですか。あれだ、え、トイレ固がってんだ。固がってクソ流れないんだ。スキーのジャンプ台なんだ。え、うんことかどうして流れてんの？え、でっかいうんことかどうしてんの？え、ナイフとフォークで切ってんだ。やばいな。こんなんだもん、今。今でこんなんよ、俺だって。過去の自分に言うことだけで。こうのあなたもでも反撃してくると思いますよ。なんか、ボケて。あ、ボケてですか。ボケてなんかやってくるでしょ、絶対。いや、わかんない。ちょっと、ショック受けるかもしれないよ。センチメント。オーケー。オーケーで入ってんだ、風呂。入ってましたね、風呂オーケーで。風呂オーケーで入って、オーケーのその穴開いて、下に全部流れて、え？下の住んでるおじいちゃんの盆栽、全部枯らして、今どんな気持ちなの？それで言うとね、包茎手術前の自分とかとも喋ってみたいですね。あ、そうね、うん、めっちゃバカにしそう、お前なんかこうやったりしそうなんか自分に対してね、自分に対して悩んでましたから、当時の僕はね、めっちゃムカつくやろ今なんかこうやってやる当時のお前が俺腹立つよ、大喧嘩になるでしょ、俺も多分。でも当時の中学生とかの自分に対したらめっちゃ優しいんじゃない？多分。ああ、そうね。うん。中学生の自分ね。一番怒りたい自分どこ？当時の。何しとんじゃお前みたいな。何しとんじゃお前ですか？当時の何しとんじゃお前選手権みたいな。あ、でもいっぱいいるけどね。それこそその、あれ小学生かな、小学生の時にその机あるじゃん、その学生机あら、それをその鉛筆でもう真っ黒にして、はい、もう何しとんじゃですね、もう何しとんじゃですね、そこはピッカピカで反射するようにして、それを鏡にして、うん、ずっと一人でこうやって見てましたね、その机の自分のなんかニヤニヤしながら、ここはもうお前がいかんとね、紙こうやってやらんで、おーそうよ、やめてくれ、頼むからってね。頼むからやめてくれと。いや、あるね。え、あれどうするの？その、なんていうか、幼稚園の時に、幼稚園か小学校かわかんないけど、はいはい、いじめられてる子いて、はいはい。で、あなたがそう、やめろーって言ったじゃない。はいはい、あるとね。あの場面、あれの本当の寸前の場面にあなたが言ったとして、うん。そこはどうするの？止めるの？止めないの？やめとけみたいな。お前がいじめられる。いや、僕はでも止めないじゃないですか、それは。止めない、そこ。いや、そこで僕見逃す自分にはなりたくないですね。あ、そう。俺絶対止めるわ、俺やったら。俺、でもあれ、その、誰かがさ、殴られてるのを、その、見て見ぬふりするじゃん、みんな。あれ、なんなの、あれ、うん。めっちゃ見てみる。ヤンキー同士が喧嘩するのは別にいいじゃん、その。うんうん、それはもう、覚悟がある者同士のやつじゃん。うん。その、クラスでさ、弱い人をそのめっちゃひたすら殴るみたいなんですか？おいみたいな。だそこがなかったからわからんね。その見てないから、それは。あ、見てないからね。はいはい。そう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 。それまだそういう、まだいいクラスだったもんね、それになると。うん。多分、相手のクラスだったんだから、多分その。
最低のね、クラスだとかね、本当に。伊藤さんよく言ってますもんね。我が鳥取には一人もいいやつがいない。いや、やめてください。もう今後言わないことにしない、それ。いや、ダメですよ。僕が何回でも掘ってあげますから。いろんな、そのね、これからお仕事いただけるかもしれないですか、鳥取様にね。いや、そうですよ。鳥取様の仕事僕ついてってすぐ言いますからね。伊藤さんでも言ってましたもんね。本当やめてくださいね、本当に。ダメです。伊藤さん、我が鳥取には一人もいいやつがいないって言ってたじゃないですか。まあまあ、そうね。まあそんなこと思った時期もね、ありましたけどね。まあまあ、人は変わってきますからね。まあそうそう。全然。うん、そうやって。よくわからんね。いいですね、富山は。富山はなんか、のんきですね、みんな多分。のほほんとしてますよ。みんななんか、優しいな。優しい、のぐそしてるおばあちゃんもいますし。それが優しい。未だにしてんじゃないですか、多分、おばあちゃん。のぐそですか？のぐそだ。こんなおっぱいも何回も見てますよ、おばあちゃんの。裸で畑仕事してたよね、田舎って。全然してますよ。うんうん。裸で畑仕事。この土をこうやってるのを見てるしね、こっちに置いてみたいな。こうやってなんか耕してるのを見てるし、これが邪魔なのか。ゴッツであったよ、そういうの。あった。あったよ、ゴッツで。だそれもだから、モデルがあるんやろね、やっぱまっちゃん、浜ちゃんも。はい、うん。うんうん、都会じゃ見んもんね。パイ乳垂れたばあちゃんみたいな、うんうんうん。信じられないぐらい金玉垂れてるおじいちゃんがいるからね、だって。いや、いるいる。もう嘘でしょぐらいあるやんか、もう。そうね。おじいちゃんは銭湯で見れるやんか、もう。信じられませんぐらいの金玉とかは。そう、金玉が垂れてる人とかいるもんね。いるね。田舎はのどかでいいですけどね。この間行ったロケのとこめっちゃ良かったね、田舎で。ああ、良かったね、あれ。うん。うん、あの、匂いが違うよね。なんかある、草の匂いとかね、なんかいる。草の匂いみたいな。なんか焼き場の匂いとかね。そう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 、なんて言うんでしょうね。焼き場の匂いとか、田んぼ、なんて言うんですか、あれ。米全部取った後にさ、うん。稲を焼く匂いが一番いい匂いなの、この世で。ああ、ほんとそうかもね。村がめっちゃいい匂いになるんですけど。なるなるなる。それをぜひ皆さん知ってほしいですね。確かに。あの匂いを香水にできればめっちゃ売れると思うの。いや、売れないです、そんなの。これあ、そうか、あれは現地に行って匂い嗅ぐからいいんか。焼き場の匂いしてたら臭いってなりますよ、そんなの。まあ、別に焼肉屋行って出てきたらあの匂いやからね。まあまあまあね。不思議なもん。その時にさ、そういえば、はいはい。プーちゃんに、アイナプー。アイナプーちゃんね。アイナプーちゃん一緒で。うん。プーちゃんがよく、その、占いに最近ハマってるらしくて。うん。占いハマってんの？いろんなの、オーラが見える先生がいるんだって。まあ、冗談半分に聞いてもらえばいいけど。はいはい。霊感がある先生がいるらしくて、プーちゃんが。はいはいはい。で、その、トンツカタンの森本くんいるじゃないですか。うん。トンツカタンの森本くん、なんか、プーちゃん仲いいから。はいはいはい。一緒に行きましょうよって言ったんだって。うんうん。森本が、いや、いい、みたいな。いいよ、いいよ。って言ったんで、はい、プーちゃんが、あ、じゃあ、写真くださいと、森本さんの。はいはい。森本さんの写真持って、私、先生に占いちょっと行ってきますって言って。うん。はい、で、プーちゃん、実際にその先生にバーってやって、結構、運気が上がったんやってね。上がったの？上がったり、私もそんな信じてないんですけど、みたいな。うん。なんか面白い感じで受け止めてますけど、って言ってずっとやってて。はい、アイナプーはね、確か、ハートとか星だ、星。星柄のネックレスをすれば運気が上がるって言われて。はい。だからそのプーちゃんの PV とか星とか多分あると思うよ。ああ、そうなの。星。そうそうそう。それ面白いなと思って聞いてて。で、はい、先生が森本を占ったんですって。はい。はい。あの、衝撃の事実が判明しまして。何ですか？あの、トンツカタン森本くん？うん。あの、絶対に売れないらしいですね。なんで？絶対にですか？絶対に売れないと、このままだと、この子は。なんで？
聞いたらなんかオーラがあるんですって。はいはいはい。人にはオーラがあって、そのオーラを見たときに、黄色だ、うん、赤だ、ピンクだ、グリーンだとかいっぱいあるんですけど、はいはい。真っ黒の人がたまにいると。ええー。で、真っ黒の人は、はい。わかんない。先生の言う限り売れないんだと。あ、真っ黒の人は売れない。売れにくいし、多分売れないんだと。ええー。先生、どうすればいいですかって言ったんですって。うん。そしたら、もうオーラを変えていくしかないから。変わるの、それは。はい、彼は、誰も信用していないと。そうなの？はい。彼は内々に心があって、はい、心の奥底にもう一つ心があるんだと、彼は。あんな MC やってて？はい。誰も信用しない、森本くんはと。え？桜田くんも菅原くんも？あ、そこまではわからんけど、わかんない。はい。わからんけど、誰も信用、そこの扉を開けて、はい。日の光を浴びて、うん。一番の解決策が、とにかく外に出ると。出て、めちゃくちゃ出てない、むしろ。いや、見てください。はい。真逆のことやってるんですよ。配信してるんですよね。いや、全部室内なんです、彼。いや、まあ確かに。室内、室内、室内してたら、このままともう真っ黒になるらしくて。お彼はだから、もう、全員に心開いて、はい。人を信用するようになって、はい。で、アイナップにその先生が伝えてくださいと。うん、森本くん、今すぐ家から出てください。配信を止めて。そうなの？わかりませんよ。面白半分で聞いてましたから。すごいね。おもろいよね。森本くんなんかでも社交的だけどね、俺からしたらめちゃくちゃ。まあ俺からしたら。そうよな。俺らからしたら全然社交的だろうけど。まあまあね、俺が一番社交性ないですかね、全人類の中で。いやまあ本当に、ギリギリじゃないだから本当に。俺のオーラもじゃ真っ黒なのかな。それちょ、今度見てもらうよ、プーちゃんと言って。あ、その人に。俺でも一回その占い師のところ、なんか500円でやってるとこあって。うん。タテオくんと一緒にいるときに面白そうだなって見て入ったんだけど。はいはい。占い師でした、それ。占い師でしたね。ラーメン博じゃないですか？ヘイタクチャのラーメン屋じゃないですか？違います？ 500 円で売ってた。違います？牛煮込み500円が無料の。どうやったら間違えれるんですか、それ。ラーメン屋じゃない、それは。違います？ヘイタクチャのラーメンを食べると横にある牛煮込みが無料でついてくる。ラーメン、鬼そば。それ鬼そばじゃないですか？話は一切してないですね。はいはい。はいはい。ヘイタクちゃんさんをね、いじらないでくださいね。大先輩なんで。はい。見てくださいね。入ったらその、二人組の占い師で。うん。なんかほんとガマガエルの親分みたいな、すごい、なんか人がいて。そう、中尾明じゃないの？違う。中尾明。さんみたいな感じですね。ああ、ガマの親分みたいなね。そうそうそう。で、その人にまず見てもらったら。はい、はい。みたいな。なんか。あ、いいですね。すごいですよみたいな。で、聞いたら、その、一つあれば、うん。覇王になれるやつがあるんだけど、うん、それがあなたには二つあると。二つ覇王になれると。そうそう。これはすごいすごいと盛り上げてくれて、うん。で、ちょっと先生呼んできます。で、奥からその、先生が出てきて。うん。先生は普通のおじさんなんだけど、なんか、ぬくみずさんみたいな。で、じゃあ先生、ちょっとこれ見てくださいみたいな。先生、もう、これはすごいですよみたいな、もう、大盛り上がりみたいになって。うん。で、そこから、なんか、じゃあここ来てくださいとか、お金要求されるのかなと思ったら、そのまま500円だけで。いい先生たちはね。ですみたいな、めちゃくちゃ盛り上げて終わりましたね、そのまま。そういうのはこったいいよね、気持ちの持ちようで、やっぱり。パーティナーみたいな。だ今度、そこ、プーちゃんと一緒に行って、はいはい、どう言われるかですよ、本当に、3人見て。3人見てね。だ絶対森本も連れてきましょう、もう、それ。はいはいはい。ちょっと面白そうなんだよね。すごい。占い、そうですね。あんまり行ったことないから、楽しそうですね。一回もないんじゃない？占いとか多分。あ、でも松倉さんと行ったじゃん、三人で。行った。昔ね、名古屋の夜。占いじゃないだろ、あれ、絶対に、あれ。
あんなある懐中電灯でこうやって、こうやって見てみろ。でっかいですね。なんか業務用みたいな。で、懐中電灯が光反射しすぎて見えないのよ、もう。真っ白なんですよ。サーチライトを照らして、なんかでっかい。見えませんって言ったじゃん、あの人だって。すいません、眩しくてです。真っ白ですって言ってたね。すいません、手が、眩しくてって言ってたの。あのおじさん。いや、言ってたね。あれ、すごいね。面白いじゃないですか。だから、それこそ、いいんじゃないですか、普通に。はいはいはい。で、一回ぐらいね、行ってみて。そうね。楽しそうね、うん、なんか。楽しそう、お祭りですからね。うんうんうん。動画撮りたいな、森本。森本の顔、見ときたいな、言われてる時の。突っ込むじゃないですか、でも。まあ、突っ込むでしょうね、彼は。そう、なんか言うじゃないですか、多分。ちょっとーみたいな、いっぱいあるやろね。おかしいだろみたいな。いや、そうだよね。あ、いい時間ですよね、結構。12時。うん。終わりますか、じゃあ、そろそろ。なんか、ありましたっけ、告知とかは。告知ですか、あるかな。告知なんでしょうね。あ、そういうこと、ザ・フェイスが。はいはいはい。はい、1000円で買えるのでね。ぜひぜひ。あとあの、これね、川さんの部屋。やってます。川さんの部屋見てあげてください。今、何してるか分かんないですけど。まあね、何してるか分かんないですけど。はい。ぜひ見てあげてもらえれば。うんうんうん。あ、なんかいろいろ、なんか出ますよね、多分我々も。そうですね、いろいろ出てると思うので。うん。なんかね、テレビとかも。テレビとかね。いろいろあるかもしれないですね。クリーム、ニュークリームとかね、出てます。あー、そっかそっか。来週。あれも楽しかったなぁ。ね。すごかったね。ちょっと言いたいけど、我慢しておくか。あ、終わった後でじゃあ。終わった後いい話があるからね。来週ね、応援されますから。はい。上田さんから言われたいい話。いいんじゃないですか、もう今言っても。それは。内緒にしておきましょう。内緒にしと、はい、はいはいはい。いや、よかったね、でも。いや、めちゃくちゃよかったですね。それこそ、オールナイトニッポンとか聞いてましたもん、クリームシチューの。あ、クリームシチューね。いや、すごいよね。なんか。オールナイトニッポンもいいですね。出たいですね。なんとか。あ、あの、我々がパーソナリティでってことですか。はい。パーソナリティ、あの、ゼロでもいいから一回出てみたいですね。もちろん、僕の友達の畠山さん、何をしてるんですかね。サッカーのね。サッカーの畠山さん、オールナイトニッポン。うんうん。はい。今、一向に呼ばないですね。一向に呼ばないですね。聞いたら、そこそこいい位置にいるんでしょ、なんか。いや、一番今いい位置にいるんじゃないですか。彼の一声で絶対呼べられるはずなんですよね。一切呼ばないですね、僕たち。呼ばないですね。なんだから、オールナイトニッポンの覚えてます？なんかこの間あったじゃないですか、はいはい、有楽場みたいな。うん、あったあった。彼がなんか、横にいたじゃないですか、我々の。あったあった。横でキュー出してくれてみたいなね。はい。オーディションでね、なんか。オーディションで。やりやすいように、なんかみんな、やりやすいように、なんか、笑い屋みたいな感じで横にいるんですよね、彼が。なんかそう、5分間でラジオっぽく喋ってくださいみたいなね、ブース入って。そうそうそう。サッカー役でその畠山さんがいてね。いましたね。うん。覚えてますか、彼が。我々が喋って5分間。人笑いもしなかったの。見逃さなかったですよ。あれは良くなかったですね。あれ、良くない作家でしたね。本当に良くない、あれは。はい。良くない。共演 NG です、あれは。あれ。決まったら外します。何なんでしょうね、あれ。なんか俺らの時だけ笑ってなかったよね、なんか。冷たかったですね、なんか。なんか怖かったね、あれ。なんか怖い、怖い、怖い。冷たい人です。彼は冷たい人間です。冷たい人間かどうかちょっとわかんないけど。そうね。一回ね、この YouTube、一応 YouTube チャンネルのね、作家として入ってるはずなんだよね、畠山さん。いや、入ったはずですよ、本当は。でも、一度も連絡がありません。企画も結局、一回しか集まってないもんね、なんか何やかんや。あとは、まあ、ご時世もあるけどね。そうね。うん。二人で集まって、二人がやりたいことやってるだけだもんね、結局。いや、そうなんですよ。なんか企画出し冷たい人間です。畠山さんになんか企画出してほしいですよね、ポンポコ TV の。早く出して、そう、企画出してくれ、畠山さん。何やってた
ねえ。何やってんですかね。はい。一個も出したんですか。なんだっけ、あれが畠山さんのやつよね。ネタ。あれよ、クイズサンバイザーをもっかっちゃった。そうだ、面白い企画あるのよな、あの人。よかったよね。あれいうの送ってきて、あれだけでしょ、だって。あれ以来、こも出してきてないですね、企画。冷たい男です。あ、そうね、霜降り明星のオールナイトいっぱいやってますよね。あ、じゃあ忙しいんだな、多分、結構。ああいう忙しいじゃないですか、多分毎日。多忙か。多忙で、ちょっと我々に構ってる暇ないみたいな感じじゃないですか。変わったな変わったって、そんな昔から知ってるわけじゃないでしょ。いや、でも結構昔からじゃない。あ、そうね、あの、オールナイトの一本単発でやった時以来だもんね。何年前ですか、あれ。はい。めちゃくちゃ前だったの、ええ。覚えてますよ。数年前にあなたが、熟女が大好きだって言って、ウグイスダニにナンパしたいって言って僕がついていかされて。畠山さんね。畠山さん。70代のおばあちゃんが横切った時、畠山さんが、言ったの、覚えてますよ、僕は。相当ですね。相当でしたよ。これは。口説こうとしてましたね。なんですか？思ってますよ。法律で縛った方がいいですね。なんか。今、下の法律あるけど、上の法律ないじゃないですか。あ、いいですね。その期間、畠山を縛れみたいな法律。法律で縛った方がいいですね、その。あ、いいですね。新たに上の法律を作った方がいいですね。懐かしいですね、彼も。はい、はい。会ってないな、全然。元気かな。ああ、そうか、会ってないですね。はい、去年、あれ、去年かな、もう。去年、うん、去年。いや、2年前とかですか。え、あれ、そんな前になる、その。みんなで撮ったやつ。あ、そうじゃないですかね。あれ、一番もろかった、あの、あなたが連れてきた。なんか、そうですね。なんとかくんって子が。統括アドバイザーみたいな方。一番若い子が。なんか連絡。一番もろかった、あの子。僕、YouTube に詳しいです、みたいな、なんか。そうそうそう。それで入ってくれてね。そうそうそう。じゃあ、サムネなんとかくんお願いできるって言ったら、いや、ちょっとできませんと。編集とかできる？そうそう。ちょっとできません。で、よく聞いたら、何もできなかった。集まりには来たけど、ね。フォーカスアドバイスはできるよな、こうやって。今の YouTube、こういう感じです、みたいなね。そうそうそう、そう。情報はね。あの集まりおもろかったけどね。あったね。ちょっともう一回集めますか、あれね。謎で集まった方がいいですよ。ズーム会議ぐらいはできるからね、あれで。そうそうそう。あとね、あの、編集してくれてる人もいますからね、その、我々が自分たちで動画撮って送ったら編集してくれるって。いや、一番ありがたいですよ、もう。ね、ありがたい。なかなかやってくんないですよ、だって。そうですよ、もう。丸投げして、全部、ね。あの、あれもそうでしょ？このオープニングも作ってくれたもん。そうですよ、作ってくれて、ね。いろんな人に、それこそ、チェルミコンのね、マミコちゃんだって。ああ、はい、はい。提供してくれましたしね。マミコちゃんね。マミコちゃん。僕は。マミコちゃんのマネージャーさんも話をしてくれてみたいな。はいはい。一個も、僕は一個も会ったことないですけどね。ああ、そうですよ。だからもう。見たこともない。知らないかもしれないです。マミコちゃん下手したら。伊藤。知らないでしょうね、多分。知らないと思うんですね。おそらくは知らないと思うんですけど。はいはいはい。はいはい。とりあえずじゃあ終わりますか。そうですね。はい。ありがとうございます。スパチャね。皆様。ああ、すみません。またね、6100円いただいてありがとうございます。それではまあ。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様。はい、皆様、おやすみなさい。はい。ありがとうございます。皆様ね。スパチャもありがとうございます。大事に使いますのでね。チャンネル登録といいねをね、よかったらお願いします。チャンネル登録ね。たくさん100万チャンネルを目指してるので、最終的に、まあ、最終的にはもっと1000万とかちょっと頑張るんでよかったらねお願いしますね。ありがとうございます。あとスパチャの名前を呼んであげた方がいい。ちょっと今度からね名前をちゃんと最後になんか読み上げるとかちゃんとしますね。僕は一人でメモしてありがとうございます。あとでちゃんと見ますからね。あ、ありがとうございます。甘い、甘い巻雄さん、ありがとうございます。1300円、ありがとうございます。
素敵なハウスを伊藤さんが見つけられることになってる。ありがとうございます。まだちょっと家探ししてて。そろそろね、もう6年ぐらいね、今のとこ住んでるんで、そろそろね、引っ越してもいいんじゃないかという感じですね。では皆様、おやすみなさい。チャンネル登録、いいね、ぜひお願いします。ありがとうございます。おやすみなさい。